依頼はこんな感じだ。今はこれを受けてるぞ。マジで？アンガト、ミッションコンプリートだ。今はこれを受けてるぞ。仕事の役に立つぞ。誰のにするんだ。何にしようか。お料理するの？いいね。完成だ。すごいわね。ありがとう。うん、良さそう。完成だ。ん？ごちそう。これを作るの？おいしそう。いいね。上出来だ。ん？すげー！にゃふん。依頼はこんな感じだ。今はこれを受けてるぞ。今はこれを受けてるぞ。うん。作るか。何か作るの？いいんじゃないかしら。美味しそうにできたわね。探してきたぞ。うん。
ガトーレコーヒーの調査を開始する。まずはこの辺に何店舗あるかだ。ガトーレコーヒーだな。仙台駅の付近には一つしかない。調べるの早っ。ここから少し歩くけど、私が目的地まで案内する。すごいね、ソフィア。ナビゲーションが板についてる。いつもナビやってる私の立場が。適材適所というやつだ。確かにお稲荷みたいな変態キャラは誰も真似できないな。誰が変態だ。じゃあとりあえずその喫茶店まで行ってみね。そうだな、出発するぞ。 OK、 任せろ。ここね、ガトーレコーヒー。コーヒーの香り漂う普通の喫茶店だな。本当にここで合ってるのかな。キーワードを入れてみるしかねえな。じゃあ行ってみよう、トラウマルームへ。トラウマルーム？たった今私が名付けた。トラウマ部屋ってのもなんか言いにくい。何でもいいから早く行こうぜ。ここに鳥かごを開く鍵があるはずだ。キーワードは覚えてるな。無論だ。キーワードはプリンスオブナイトメア。渋谷の時と同じだな。ここに一体何があった。あそこ誰かいる。本当に良かったんですか、あんなクオリティで大賞なんて。夏目暗号、毎度応募してきますけど、万年一時落ちのヘボ作者じゃないですか。中身もテンプレ丸出しのダサく、他の候補の作品とは雲泥の差ですし。なんだって。この声、夏目暗号か。嘘だ、彼らは僕を評価してたんじゃ。いいんだよ、彼はあの文豪夏目漱吾の孫だぞ。売るためには話題性が重要なんだ。どうせ中身なんざ誰も気にしないさ。本人は自分の実力で取ったと思い込んでいるようだがな。自分の実力もわからないなんて本当に哀れな男ですね。違う、僕だって必死に。ま、俺たちに大事なのは数字だけさ。せいぜいうまく利用して甘い汁吸わせてもらうとしよう。それで売れれば本人も文句ないだろう。こいつら来るぞ。才能のない若造が何を書いても無駄、無駄、無駄なんだよ。こいつ渋谷の時の。気をつけろ、前のやつとは持ってる武器が違うぞ。来い、バイコーン、ラミア、オルトロス、スライム、
アルセール、スライム、アルセール、スライム、アルセール、スライム、アルセール、サキバス、ジャックランタン、サキバス、アルセール、スライム、いただいていく。テルスラ、これも続くぜ。ジョーカーの追撃がヒット。はっ、来い、奪え。じいさんの七光にすがってよ。実力も才能もないんだからな。ワープでドローンして攻撃、もしかして忍者。ちょっと違うな。少なくともマジックナイフは使わないぞ。夏目の野郎は気に食わねえが、どっかに利用されてたってことか。遅い、ちょっとかわいそう。来い、内容じゃなくて肩書きで選ばれたなんて。テルスラ、作家なんて俺は使い捨てよ。俺たちが儲けるための道具さ。聞いてる限り、振りのない編集だっても間違いないわ。奴の苦悩も買ってる。俺は理解できる。あいつは任せてくれ。だからこそ、このまま放っておけん。やっ、来い。これだ、これだな。ありがたい、テリスラ。敵の攻撃が来る、みんな備えて。了解だ、テリスラ。ゴエモン、フォックスのスキルがヒット。回心ができた。ジョーカー、気力少なくなってる、気をつけて。こいつ強いぞ。氷結で弱点をつくんだ。あいつは任せてくれ。じゃあ行くぜ。程度の低い作品で恥ずかしくなかったのかね。おいおい、今の攻撃めっちゃ速くなかったか。それ、これだ、これだな、これだ、それ。でも、その分隙間大きいみたいね。攻撃の後を狙ってみましょう。行くぞ。ナイスジョーカー、弱点にヒット。俺も見習おうとしよう。行くぞ、テルストラ。こいつ手強い、テルストラ気をつけろ。行け、これで終わり、これが最後だ。終わりだ。やつは俺が引き受けた。こいつに何度もゴミ送ってくるのも彼は無理の者の才能だよな。動きの速い敵ね。連続で攻撃を受けないよう注意して。待って、回避行動を優先する。ゴエモン、弱点に直撃。フォックス、調子いいな。これも続くぜ。フォックス、ナイス。我は何だ。このまま行こうぜ。リゾンフォックス、ナイス追撃。任せてくれ。じゃあ行くぜ。暗いな。頼んだぜ。とはいえ読んでるだけでイラつくんだよ。ああ、あいつ追撃を狙ってるぞ。突進を受けないように注意な。了解だ。任せろ、意を示せ。ゾロ、あれ聞いてないっぽいな。別の属性で攻めた方がいいかも。ヘルソナ、運動を渡す。強敵だな。気合い入れていけ。ヘルソナが危険、停止状態だ。三井の証を見よう。ホイットな、感謝する。とで元阪神、これだな。よっしゃ、ワープだ。行くぞ。完
くるやつがいるな。白熱をお見舞いしてやる。あっ、俺が。強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。効いてるぞ。あとちょっとだ。ダサくでも金もなる。引き受けた。世間が飽きるまでは使ってやるよ。信念なき刃など無力。そのままか。俺が叩き折ってやる。いたし。レッツショータイム。ジョーカー、やっちゃえ。チャンスだ。ショータイム。スライム。食らえ。お、すげえな。さすが。鮮やかだね。罠の気力がやばい。せいぜい甘い汁を吸わせてくれよ、夏目先生。やったぞ、トラウマルームの門番を撃破だ。よし、お前がますます頼もしく見えるぜ。やれやれ、片付いたか。これで鳥かごの中に入れるな。さっさと突っ込もうぜ。でもさっきのって、夏目暗号が大賞を受賞したのは実力ではなく、やはり奴の小説には裏があったようだな。でも本人悪くないんじゃない？何度も応募して努力してたみたいだし。それが実を結んだと思ったらあの言われようだ。プライドはズタズタだったろうな。編集さんたちもひどいよ。実力不足を認めてるのに話題性だけで受賞させるなんて。だがそれが悪事に手を染めていい理由にはならないけどな。俺には奴の気持ちが少しだけわかる。フォックス、盗作まがいの作品で名声を得て、偽りの美談で大衆を煽り、そればかりか戒心の力を使い他者を洗脳までして虚栄に酔いしれる。奴が今しているのは許しがたいことだ。愚かとしか言いようがない。それでも夏目が長年陰で努力していた事実に変わりはない。創作は孤独であり、その孤独と戦うのは本当に苦しいものだ。そして結果が出せなければ誰も評価などしてくれない。この報われぬ暗く惨めな時間は永遠に続くとさえ思えてくる。俺は一つ間違えば奴のように醜悪な姿を晒していたかもしれない。お稲荷、俺にはみんながいた。だから道を誤らずに済んだ。だが奴には誰もいないらしい。虚飾の栄光に意味などないことは奴自身が一番よく分かっているはずだ。しかし今は本当に書きたいものから目を背け、盗作まがいの小説を執筆し続けている。誰かが目を覚まさせてやらねば。今回は随分燃えてるな、お稲荷。創作に生涯を捧げようとする者として奴は放っておけんからな。さあ行こう。予告状を出し奴を玉座から引きずり下ろす。じゃあ、あとは予告状だな。ああ、夏目本人に願いが奪われると自覚させ、
物質化させる。予告の方法も決めないとね。確実に本人の目に触れさせるには。あれは渋谷だったから人も多くて速攻で拡散したけど、ここじゃちょっとな。何かいい手は。迷子かしら。私ちょっと行ってくるわ。よう、坊主、どうした。そうか、お母さんとはぐれちまったか。心配すんな、俺がついてるぞ。あれは善吉じゃないか。おっさん来てたのかよ。おう、俺だ。迷子がいてな、至急保護を願いたい。場所は。ああ、公安が迷子ごときで出られねえだと。ふざけんなてめえ。それでも警察官か。それともなんだ、自分の子でも放っとくってのか。子供が泣いてりゃ大事件だろうが。って、おい、なんで逃げんだ。おい待て、俺は怪しいものじゃねえっての。不審者と思われてるぞ。ったく、あのガキ世話焼かせやがって。何も逃げることはねえよな。なあ、ロン毛だしヒゲだし声でかいしおっさんだし仕方ないな。だからおっさん言うな。だがいいところに来てくれた。善吉の意見も聞かせてくれ。いいぜ、俺たちは協力関係だからな。夏目のジェイルは確認できてもう一歩というところなの。だけど予告の方法で悩んでいて。予告？ああ、渋谷の街頭テレビで流れたあれか。ああいう派手なのはもうやめとけよ。何度も放っておくほど警察もバカじゃねえぞ。たとえ人助けとはいえ法に触れるような真似は控える。大人の正論。伊達におっさんはおっさんじゃないな。お前、おっさん呼びやめる気ねえな。まあいい、とにかくもっとシンプルな方法を頼むぜ。予告状を確実に読んでもらえればいいんだよね。あの人が来る場所を先に知っておければ仕掛けておくこともできそうだけど。だったらうってつけのイベントがある。駅前の本屋で夏目がまたサイン会をやるらしい。そこなら間違いなく夏目が現れる。サイン会は開店と同時朝の10時からだ。わっ、いけそうじゃね。夜中にでも本屋の中に仕掛けとけや。おい、さっきの話聞いてたか。勝手に忍び込みでもしたら建造物侵入罪だぞ。そこでおっさんの出番だ。あ？そうそう、私たちじゃもし見つかったら捕まっちゃうし。俺だって捕まるわ。できねえの？警察って意外と権力ねえんだな。てか協力する取引だったよな。大人が約束破るのか？お前ら。よし、決まりだな。ああ、頼むぜユウスケ。それから善吉もな。やり方はお前に任せるぜ。マジで俺がやんの？よく聞け。
ようこそベルベットルームへ。新しい自分の目覚め、新たな力が得られるようです。継承するスキル、このペルソナでよろしいですか？では始めましょう。新たな力が得られるようです。強化をご所望ですね。どの程度力を注ぎ込みますか？この強化で仮面の力によりペルソナが成長しました。ご覧になりますか？ご覧ください。これでよろしいですか？これでよろしいですか？これでよろしいですか？ではお連れください。これでよろしいですか？それ以上のペルソナを宿すのは不可、それ以上のペルソナを宿すのは不可能です。これでよろしいですか？それ以上のペルソナを宿すのは不可能です。登録するのですね。すべて登録、現在の状態を上書き、登録できるペルソナはいないようです。ご覧ください。これでよろしいですか？これでよろしいですか？それ以上のペルソナを宿すのは不可能です。強化をご所望ですね。新しい自分の目覚めです。では、ご武運を。今はこれを受けてるぞ。今はこれを受けて、今はこれを受けてるぞ。ようこそいらっしゃいました。またお越しください。
らっしゃい。それでいいの？どうぞ。それが気に入って。どうぞ。またいらしてね。ん？ご覧ください、そちらの商品ですね。お買い上げありがとう。また来てくださいね。いらっしゃい。また来てくれ。お邪魔した。何かお探し。お達者。はいはい、何に。またおいで。あらあら、またおいで。見てってくれよ。またよろしくな。いらっしゃいませ。またのお越し。いいもの揃ってるよ。ありがとうね。
つけておこう。